ゲーセンあるあるなんですが、対戦してる人の後ろで順番待ちしてるのに無視して横からコイン入れるやつや、負けたのに席立つのが遅いやつにムカついてしまいます。ハイタイさん、ゲーセンでムカついた画面外のムーブを教えてください。まあいろいろあるけどね。でもやっぱ後ろで待ってる時にやっぱ椅子蹴ってくるやついたでしょ。俺子供の時よくいたんですよ。よくやられたんですよね。まあ対戦じゃなくて結構 CPU 戦とかが結構メインの時に、まあヴァンパイアハンターやってて、で一人用やってて、で後ろ並んでるんですよね。で早く終われっていう意味ですげえこう椅子をもうガンガン蹴ってくる。もう今までだったら考えられへんけど、まあ普通にそんなんとかもいたし、あとはね、ゲースムカついた画面外のムーブ、いやーでもよくあるよな。買った後にむちゃくちゃなんか睨んでくるやつとか、まあ普通に絡まれることもまああるし、まあまあそういうのは普通に嫌ですよね。だから別にその無視してコインとかは確か嫌なんですけど、まあいやもちろん嫌ですよ。それはもちろん嫌なんですけど、あとその無視してコイン系で俺がすごい嫌やったのが、その子供の時にそれこそまた並んでて KF95 をやりたくて駄菓子屋ゲーセンにまあ並んでるんですよね。ほんで前にその回しプレイしてるちょっと上のお兄ちゃんなみたいな、中学生かまあ小学校高学年かぐらいの子らが何人かでやってて、でも明らかに回しプレイしてて、これ多分ほっといたらずっとできないなって感じなんですよね。でちょっと並んでるんですけどって言うやん、言ったら、いやもう俺らごめんコイン入れちゃってんねんみたいな、もう金自分らの金入れてもうてるからみたいな感じで、なんかよくわからん理屈で変わってもらえないみたいな。でもなんか当時それに対してそうなんやと思って、なんかそれをなんかこう打破する手段が俺なんかなくて、小学校2年か3年の時だから、すげえ理不尽な思いをしたのは今でも覚えてるね。あれは確かにムカついたな。まあ5年ですよ。だからそういうやり方なんやろね、順番を回さない手段としてそういう風にやってんやろね。あとそのそれもよく子供の時にあったのが、100円ニクレのゲーセンでニクレ目を使って勝手に乱入してくるやつ。あれも今考えたらだいぶドッキュンやなっていう。だから駄菓子屋ゲーセンとかって子供の集まりなんで、子供がもう筐体を囲んでるんですよ。で100円ニクレのやつでやって、なんか隣に来て子供が、なんか乱入していいみたいなことを言い出して、お、まあええよって言ったら、普通にその俺の金でニクレで乱入してで勝つっていう、でもなんかその子はなんかまだちょっと良識があったのか、その勝った後にそれを俺にやらしてくれたけどね。いや俺なんかこういうもんなんかなと思って、あ負けたなと思って、じゃあ俺終わったわと思ってなんか立ち去ろうとしたら、その隣の子が、あ、いやこれはやっていいよって言われて。それもわけわからんねんけど。それやらして。今考えたらなんか、おかしいなって思うねんけど。そう、1台にその2個れば、2人で対戦できるやつね。とかもあったし、あとゲーム切り替え台のやつで、プレイ中に勝手に切り替えるやつ。まあ、あれちょっとゲーセンの、なんだかレイアウトもあると思うねんけど、普通に対戦台で、向こう側の台で切り替えとか、できる台がたまにあったんですよね。だからなんかたまに切り替えられたりとか、あとはなんかそのね、ギルティギアゼックスの時なんやけど、ギルティギアゼックスの時ってなんかね、まあ 1P と 1P 台と 2P 台があるやん。で 2P 台でお金入れずにレバーぐるぐる回すと、なんかねちょっとだけその CPU の動きがそれに反映されるっていう、なんか仕様なんかバグなんかあって、それすげえ嫌がらせができたんよね。だからそれなんかこうずーっとこうハイジャンプ
キャラをさせたりとか、そんなんできたから、確かね。そんなんもあったなとか。まあ、そんなとこですかね。まあ、ほんまにこれはもう、思い出し始めたらキリがないけど、まあ、とりあえずそんなとこですかね。まあ、そういうゲームって、ちょいちょいあったみたいだね。多分ゼックスが確かゼックスだと思うねんけど、他のゲームでもそういう仕様はたまにあったらしいわ。